まさかの、まさかのこのサイズですね。はい。このサイズの段ボールでね、このジャケット1枚が入ってくるというアマゾンのこの嫌がらせとは言わないですけども、あの豪快なやり口ということで、ま、お疲れ様です。KT です。今日は11月の5日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。それでもカープファンはやめられんのという方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私 KT を応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もネガティブな内容になっていきますので、もうポジティブしか見たくないという方はね、もうここで離脱していただいてもやむを得ないのかなというふうに思いますけども、まあカープが好きだからこそ、カープファンであるからこそ出てくる愚痴とかね、文句というものもあると思いますんで、まあその辺をね、また皆さんと共有できたらいいかなという思いで動画の方を作っていきますんで、できれば最後までお付き合いいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、今日ね、ちょっとこの辺になんかかかっておりますけども、これについて野球とは全く関係ない話もね、最後ちょこっとだけしようかなというふうに思いますんで、お付き合いの方をよろしくお願いいたします。はい、というわけで本題に入っていく前になんですけども、本日ソフトバンクホークスの和田投手がですね、引退を発表したということで、まあ体もボロボロになりということで、まあ日本シリーズ前だったかなのところでまたね、足股関節かなに痛みが出たというところもあってね、最後こう、これが最後の登板というのははっきりなかったんですけども、まあ7月に、妻、奥さんですね、和田選手の奥さんにも伝えていたというところで、決意が固まっていたようなんですけども、まあ自分のためにこう日本シリーズ取るんだと、そういうような空気感にはしたくなかったというところもあって、このタイミングでの発表になったみたいでね、まあファンの方からしたらちょっとね、引退登板と引退セレモニーというのがこうシーズン中になかったというのは寂しいところはあると思うんですけども、まあ何らかの形でね、そういったセレモニー的なことは行われるというふうに思いますんで、ソフトバンクファンの方、それから和田剛投手ファンの方といったところはね、まあその辺を楽しみに待っていただきたいなというふうに思います。で、まあ、去年ね、この時期、FA の絡みでですね、ちょっとこう、人的保障みたいな、ところでごたごたしてしまったんですけども、まあ、そこについてはちょっと真実もね、はっきりわからないところがありますんで、あんまり、ぶり返しても仕方ないとは思うんですけども、まあ、この最後のね、潔さというのは、カープのね、選手たちも見習うべきところはあるのかな、というふうに思っております。和田投手、本当にね、長い間お疲れ様でした。まあ、和田投手といえばね、松坂世代の最後の、現役選手というところでですね、まあ私は松坂世代の2つ下というところでもうゴリゴリに憧れてる世代なんでね、松坂投手はじめいろいろいますけどね、私は特に愛知県というところもあって、古木選手がね、その代表的なところでありまして、まあ2年生の時に甲子園出てね、2本2打席連発かな、打ったりなんかしてというところもあってね、古木さん本当に憧れたというところあるんですけども、まあその世代を引っ張ってきた和田投手というところでね、お疲れ様です。まあ世代別でいきますとね、まあ本当に自分の中では松坂世代がナンバーワンの世代だなというふうに思っているんですけども、まあ昨今でいきますとやっぱりハンカチ世代、まあハンカチ世代って今言わないのかもしれないんですけども、まあ田中将大投手を中心とも言わないかの世代ですね、坂本選手であったり柳田選手、それから秋山選手、相澤選手、宮崎選手、大野雄大投手とかね、まあそこの、あとは沢村投手もいるのか、で、あとは、その他で行くと、石山さんとか、秋吉さんとか、あと、前健さんか、らへんがね、いるこの年というのも素晴らしいですし、まあ、さらに続いて、その下の年もですね、前健さんじゃないわ、丸さん、田中、菊池、丸の3人であったりとか、菅野さん、小林さん、野村さんとか、いったね、そこの中田翔選手もそうかな、そこの、だから、ここ2年連続ね、すごい、年になってるなという印象があるんですけども、それでもやっぱり私の中での最強の年は、松坂世代ということで、まあ、その世代の選手がね、これで一人もいなくなるというのはちょっと寂しいところはありますけども、時代が変わっていくというところでね、またそれに変わるような世代が出てきてくれることを願っております。
はい、でドラゴンズのニュース入ってきておりまして、小池さんがですねベイスターズの日本一を貢献して、すぐ、こうベイスターズを、ね、契約しないというニュースがあって、まあ、ここはねドラゴンズの打撃コーチになるというのは、まあ、規定路線だったのかなというところではあるんですけども、着実とねドラゴンズの方も動きがあるということで、カープに動きがないのは寂しいところではありますけどもというところでね、カープの方に話題をシフトしていこうかなというふうに思います。はい、で今日の話題はですね、松山隆平選手ということで、まあ、先日ちょっと田中康介選手をね、お話をさせていただいたんですけども、もう全く、同じ感想といいますかね、不退転の決意2とパート2というところにはなってくるんですけども、まあ、なんかね康介選手の時もそうだったんですけども、なんかやっぱりずれてるなと、我々ファンの思いとこの選手の考えていること、もっといくと監督コーチそれからフロントというところでね、まあいろんな大きなずれがあるというところになってくるんですけども、まあ今回の松山選手のこの記事でいきますと、松山選手来季に向けてというところでね自己変革を歌っていると、でまあその内容についてはあまり言いたくない、春になってからのお楽しみにというところなんですけどね、まあそんなにお楽しみにしている人いるかなというところはあります。で来年に関しては、まあ、新井監督が横一線というふうにね発言していられるところ、発言しているところを、引っ張ってきてですね、まあ、そこに入れるようにということで再びレギュラーの座を狙うというようなね話があるんですけども、もうちょっとね、順番に記事を見ながら、チェックしていきたいと思うんですけども、まあ、日刊スポーツの記事で出ておりましたんで、田中康介選手の時はスポニチだったのかな、で、両記事とも不退転の決意という表現をしておりますんでね、まあマスコミからもねギリギリのところでつながっているという感じは伝わっているのかなというふうに思います。あれ記事をね、見ながらちょっとツッコミを入れていきますと、チーム最年長の松山外野手が、5日シーズン中に40歳となる来季へ向けて不退転の覚悟で、臨む、すでに松田スタジアムで自主トレを開始しており、この日は戦力外を通告されて現役続行を目指す、曽根選手の練習もサポートしたということで、まあ、この辺はね、ちょっと前の菊池選手と同様に、こういう優しさというのは必要かなというふうに思います。で17年目の今季も主に代打として、65試合に出場し、5月10日までは打率2割9分2厘と、勝負強さを発揮した。だがシーズン中盤以降は調子を落とし、11年以降初めて2割を下回る打率なんと1割7分8厘に終わったということでね、もうこれは首を切られてもおかしくない結果ではあるんですけども、まあなんとかも来年まで残ったというところになっております。でシーズン終盤には2度の2軍降格を味わった、まあこれは当然ですね、成績の方もチームの成績の方も落ちてきておりますので、まあ、当然の、措置だったと思います。はい、で松山選手、自分でも分かっている覚悟を持ってやらないと現役生活が終わる、まあ、これはね来年なんていうんですかね、正直ちょっと復活したぐらいでは再来年の契約はないというふうに自分は思っておりますので、まあ本当にね代打でも神がかった成績を1年間通して、残し続けるという以外はもう本当に来年の契約があるだけでもね、ちょっとどうなのかなという思うところがある中で、覚悟を持ってやらないと終わる、もう覚悟を持ってやったところでね、終わる可能性は十分にあると思うんですけども、まあ強い決意を胸に過ごすオフは、自己変革を進める、詳細についてはあまり言いたくない、春になってからのお楽しみと不敵に笑うというんですけども、まあ、さっきも言ったんですけども、 そんなね、何が変わるのかな、どうなるのかなとかね、そういうふうに思ってる人はそこまでいないと思うんで、まあ、こういうことに取り組んでいくと、でそれで、来季の、ね、シーズンも勝負に出るというのをここで、スパッといった方が良、かったんじゃないかなというふうに思うんですけども、あえてじらした意味というところでね、もうめちゃくちゃこうスリムになってマッチョになって、春先ね帰ってくるというぐらいこう自己変革というぐらいなんでね、目に見えて春になってからのお楽しみというぐらいで目に見えるようなね変革があるのかなというふうにちょっと期待してしまいますけども、まあどうなってくるのかというところです。はい、で現在、宮崎県日南市では、秋季キャンプが行われレギュラー取りを目指す若手が汗を流している、チーム最年長も若手の底上げを跳ね返すつもりでいる、来年は横一線と監督も言われているのでそこに入れるように、まだスタートで出たい気持ちが強い、スタートでダメだと思われたら終わりだと思う、狙うところはそこ、
代打の切り札として返り咲くのではなく再びレギュラーの座を狙っていくと、いうことを言っているんですけども、ちょっと自分の置かれている立場は分かっていないなと、いうところがありましてですね、まあ、我々ですね、ファンが松山選手に求めているものというところでいきますと、まあ、正直こうね、来シーズンの優勝 A クラスというのは現時点では難しいというふうに考えると、まあ、若手にシフトしていく必要があるというシーズンになりますんで、まあ、来年40歳になる、この松山選手がね、レギュラーの座を狙って頑張っていくんだという姿は正直ね、そこまで求めてはいないというところで、それよりもですね、松山選手に求めるものというのは、やっぱり2023年、去年のような代打での勝負強さというところかなというふうに思います。まあ、ここであれば唯一こうね、1年間のうちで長い間一軍に入れるポジションかなというふうに思いますんで、スタメンとしてね、もう一回ファーストで返り咲けとか、外野で返り咲けとか、そういうのはね、正直求めておりませんのでね、なんかずれてるなというような感じはします。はい。で、まあ、来年もね、選手としての契約ということで、コーチ兼任とかそういう話にはなっていないと思いますんで、であるならば、もう選手としてのやっぱり結果ですね。で、行くと、まあ、一個上にあります、2023年のような勝負強さ、結果、もう代打成功率というところだと思いますので、まあ、いろいろね、菊池選手にしても、秋山選手にしても、ちょっと調子を落とした時とか、ちょっと悩みが発生した時には、この松山選手に聞きに行くというのが結構習慣化されているみたいなんですけども、まあ、アドバイスをする立場というのは、まあ、一旦不要というふうにね、あえて言わさせていただきまして、まあ、それによってね、こう、秋山選手が菊池選手を突き放せとか、そういう意味ではないんですけども、そういうアドバイス的なところはもう、コーチ陣に向けてという、ちょっと嫌味的な部分も含めて、松山選手がアドバイスする立場というのは、まあ、一旦ね、置いときまして、もう本当にそうアドバイス、まあ、当然、してほしい思いはあるんですけども、それよりも自分のことに、精一杯頑張っていただきたいなというふうに思っております。まあ、なので、少なくてもスタメンで出てほしいという思いは、多くのファンでは、の方はね、持っていないんじゃないかなというふうに思います。まあ、それは DH があるね、交流戦とて、そういうことでですね、まあ、今日でいくと侍で、中田選手なんかがね、DH 指名打者で出ておりますけども、まあ、そういうね、若手選手を DH で指名して、交流戦を戦っていくという姿を求めておりますので、横一線、来年は横一線、これのね、捉え方、若手と同じようにね、捉えられちゃいかんなと、もう松山選手には松山選手にしかできないところがありますので、もうそこのポジションをね、ひたすら磨いていく、当然スタメンを目指すということになると、守備の方もね、もう本当に死に物狂いで頑張らないといけないと。まあ、去年もね、なんかスタメン頑張ると言っておりながら、なんかこう2軍でね、キャンプスタートしてそんななんか守備頑張ってるというような姿がなかったんで、すごい違和感を感じたんですけども、スタメンを目指すというからにはもう守備の方もがむしゃらにね、ドロンコになりながら練習してる姿を見せてくれないと、少なくても、そういう姿だけでも見せてくれないと、スタメンで出るんだという意気込みはね、もう嘘っぱちに聞こえて仕方がないと、いうことだと思います。はい。で、まあ、去年と言いますか、今年かに入っていくこうシーズンの入り方で見ていきますと、まあ、今年最大の失敗、まあ、成績がね、落ちてしまった要因じゃないかなというふうに思うところは、グリップのね、太さを変更したというところがシーズン前かに発表がありまして、去年ね、ホームランゼロ、あんだけの勝負強さがね、あったんで、ホームランゼロでも全然我々としては良かったんですけども、ホームランを打ちたいという思いから、長打力に対応する、長打に対応する、バット仕様に変えてグリップを細くしたというところでですね、まあ、結果ホームラン1本は出たんですけども、まあ、それによってこう打率がね、下がったのかもしれないということで、まあ、そことは関係なくね、この年齢的な衰えというのもあったのかもしれないんですけども、あまりにも極端だったんでね、やっぱりこうホームランといいますか長打の方に比重を置きすぎて、打率の方が悪くなってしまったんじゃないかなというふうに思わざる得ないかなというふうに思います。で、松山選手のこう出場するケースというのはやっぱりスコアリングポジションにランナーがいる時というのが多いので、こう一発でね、こう流れを変えてくれとかそういうことではなくて、接戦で回ってきた終盤に、なんとか三塁ランナーを返してくれ、二塁ランナーを返してくれという場面が多いんで、本当にホームランを求めているわけではなかったのにそっちにシフトしてしまったことによって、シーズン中のね、再びまたこう対応していくというのが、間
に合わずにもう最後は2軍降格ということになってしまって悔しいシーズンにはなったと思うんですけども、まあその辺のねやっぱり自分の置かれている立場、自分がやるべき仕事というのをしっかりねやっぱりもう40歳になりますんで、自覚していただいてそこをね突き詰めていってほしいなというふうに思うんですけども、現時点ではこの記事を見る限りでは、ちょっとずれてしまっているなというふうに感じております。まあそこでねこう今更守備スタメンに出るからって守備頑張ってね、バッティングの方がちょっと練習がおろそかになるとか、そういう風になるぐらいだったらねもう本当にバット1本で今年は飯、来年の契約をつかみ取りに行くんだというような形でねそういうシーズンにしていただきたいんですけども、まだ、なんか守備に未練があるというか、スタメンに出たいという気持ちはね、当然野球選手である以上持ち続けてほしいところはあるんですけども、まあやっぱり40歳というところでね自分の役割というのを冷静に見極めてほしいなというふうには思っております。はい、といったところが今日の愚痴文句というところでですね、まあこのまま終わるとちょっと雰囲気悪いんで、最後侍ジャパンとの試合ですね、こちらを振り返っても雰囲気、良くなるかは分かりませんけども、練習試合行われております。宮崎速建スタジアムか、で試合が行われて、ルールの方は7回制で8回はタイブレーキの、まあ、練習形式ということで選手交代も自由ということでかなり緩い、ルールで、まあ、当然これで全然問題ないと思うんですけども、そういったルールで行われております。でスタメンの方もね結構面白い打順になっておりまして、まああんまりこう考え抜いてない、特にね、試合に勝ちに行く、ところ試合ではないので、まああんまり深くは考えてないのかなというふうに思います。で、まあ右左とかもね、特に気にせずに、ただシンプルにたくさん打席が見たい順に並べたのかなというぐらいね、の感じで見ておりますけども、まああんまり気にしなくていいかな。で、新井監督の今年の、唯一って言っては失礼なんですけども、成長した点としては、左右病というのが、シーズン終盤ぐらいは少しなくなってきたかなというところがありますんで、まあそこに関しては、来年もね、継続していただきたいなというふうに思います。はい、で、今日の試合でいきますと、カープは侍ジャパン投手陣に7回まで攻撃するも無得点で3塁すら踏めず、4安打11三振で完封負けということで、7イニングで11三振というのは痛いんですけども、まあそれでもね、侍ジャパンのメンバー相手にこの若手がね、望んでいったというところが一つの財産になるかなというふうに思いますんで、なかなかこう打てなかったという結果はありますけども、田村さん、林さん、末金さん、中田さんかなの4安打で、終わってはおりますけども、まあいい経験になったのかなというふうに思います。まあただね、侍ジャパンとはいえですね、侍ジャパンも若手中心のメンバーということになりますんで、この2軍といいますかね、今日のスタメンのメンバーと世代的には同じ、もしくはちょっと上ぐらいのところなんでね、去年、一昨年の WBC のガチガチの日本代表のね、ピッチャー今永さんとか、大谷さんとか、ダルビッシュさんとか、それクラスのピッチャーではないんでね、この辺の、今の侍ジャパンの、ピッチャーですね、横山さん、隅田さん、鈴木さん、清水さん、それから井上投手といったところはですね、なんとか頑張ってね、抵抗してほしかったなというところはあるんですけども、まあ、ここからですね、頑張っていってほしいなというふうに思います。まあ、試合の流れ、ずらずらと、書いてありますけども、とりあえず今日は割愛の方をしまして、まあ、小園選手はね、慣れないセカンドでミスがあったというところも、テキストで読んでおりますけども、実際の映像は見ておりませんので、なんとも言えませんけども、まあ、小園選手もね、侍ジャパンでいろんな経験を積んで、レベルアップして帰ってきてほしいなというふうに思います。はい、というわけで、ちょっとね今日またネガティブな話題となってしまいましたけども、最後侍ジャパンの方でね切り替えていこうと思ったんですけども、カープの立場でいくと、再びネガティブな話題ということになってしまって申し訳ございませんでした。はい、というわけで本日の動画は以上となるんですけども、最後おまけということでちょっとね今日ここにジャケットを1枚かけておりまして、ノースフェイスのね、ジャケットを1枚購入いたしました。まあアマゾンで購入ということで、先日ちょっとねイオンに行った、イオンじゃないララポートかに行った時にディスプレイで飾ってあったこのジャケットをですね気に入ったので、このカーキじゃないか茶色か、はい、というところで気に入って買いましたので、まあ真冬になったらちょっとね厳しいかなというところはあるんですけども、まあ秋のねちょっと1枚羽織るという目的で1枚購入しました。
はい、でアマゾンで購入したんですけども、まあ、私も昼間ね仕事で妻も仕事というところで、まあ、家誰もいないというところだったんですけども、まあ、一応ね我が家にはあの宅配ボックスついておりますので、まあ、このジャケット1枚なんでね宅配ボックスで十分入るかなというふうで宅配ボックス指定して、特に時間指定とかせずにね、お願いしたら、昼間にですね、メールが届きまして、今置いときましたよという案内が来て、玄関の前に置いた写真がねこのように、なっておりまして、まさかの宅配ボックスに入れてもらえないということで、でよく見ると段ボールがバカでかいじゃないかというのをちょっとね広げてしまったんですけども、まさかのこのサイズですね。はい、このサイズの段ボールでねこのジャケット1枚が入ってくるというアマゾンのこの嫌がらせとは言わないですけども、あの豪快なやり口ということで、まあ、できればねそれあの宅配ボックスに入れてもらっといた方が安心なんでね、妻が帰る夕方まで、さっきのね写真の外に置いてあるという状況だったんで、まあ、そんなねこのアマゾンの箱をそれほどそのままね持っていくという、物騒な地域には住んでいないんで、まあ、よっぽど大丈夫だろうというふうに思っておりましたし、まあ、天気の方も大丈夫だったんでね心配していなかったんですけども、まあ、アマゾンね定価よりは 10% ぐらい安く買うことができましたんで、まあ、そういうねリスクも伴うということを改めて感じましたというところで、今日の動画を終わりたいなというふうに思います。はい、というわけでですね、田中康介さんにしろ、松山さんにしろ、ちょっと我々と感覚がずれてるぞ、そんなの関係ねえ、やっちゃれということで終わります。おやすみなさい。失礼します。戻ってこい。